皆さんこんにちは、エイジくんです。さあ今日はですね、皆さんからのオタ活とか推し活についてのお悩み質問コーナーをやっていきたいと思います。というのもですね、この前の質問コーナーでオタ活とか推し活についてのお悩み回答したらめちゃくちゃ反応が良くて、もう皆さんから DM とかでなんか聞けてよかったですとか救われましたとかたくさんご意見いただいたので、まあ、せっかくなので今回はオタ活推し活に絞って回答していきたいと思います。で、今回はインスタグラムの方で質問募集させてもらったんですけども、ありがたいことにたくさんいただいたのでパート1とパート2に分けたいと思います。そして前からなんですけども、同担拒否についてたくさん質問とかお悩み相談いただくので、今回の同担拒否については別で動画作ろうと思います。ということで質問でパソコンの方に移動しましたので早速お答えしていきたいと思います。まず一つ目です。 DD なのが悩みです。エイジ君はどう思いますか？これはね、全然いいと思います。というのも世の中にたくさん素敵なコンテンツとか人がいるのに、なんか一つに絞るっていうのはもったいないかなと思います。逆に好きな食べ物たくさんあっても困らないのに、なんか推しに関してはね、なんかたくさんあると悩む方多いので全然気にしなくていいと思いますよ。もうさ、米もパンもタピオカも好きで良くないみたいな。はい、次です。お金や時間のかけ方だけで推しへの愛を測るのは少し違う気がしてしまうのですが、どう思いますか？そうですね、まあこれだけで測るのはちょっと違うのかなと思います。まあいろいろ環境が皆さんありますからね。ただまあ、参考にはなるのかなと思います。例えば僕で考えてみても、僕の動画だけ見たいっていう人と、動画もイベントも行きたいっていう人だと、絶対こっちの方がね、やっぱり愛は強いというか、まあ強い参考にはなるのかなと思います。で、僕ももちろん YouTuber さんで、なんか動画だけ見たい人と、動画も見たいし、もうめちゃくちゃ会いたいっていう人もいるし、そこではちょっとね、なんか愛の差は正直あるのかなと思います。まあでも別にいいんじゃないか、もう会いたかったら会えばいいし、動画だけ見たかったらそれすればいいし、なんかイエイって感じ。はい、次です。正直自分の板場持ってる人ってどう思いますか？これはめちゃくちゃ嬉しいです。いや、僕のイベントでもね、僕の板場を持ってきてくれる人いるんですけども、めちゃくちゃ嬉しいですよ。なんか実際に、あ、なんか作ってくれる人いるんだ、みたいな。これは多分ね、僕以外でもなんか嬉しいと思いますよ。いや、だって好きじゃないと作らなくないですか？はい、次です。これはちょっと長いです。本気の悩みなんですが、推しが 2.5 俳優さんで、ちょっと前まで舞台出てて、演技とか歌とかダンスとか大好きだったんですが、最近作品全然出てなくて、好きな演技も見られなくて、舞台に立つ感じもなく、もう私の大好きだった演技をする推しに会えないのかなと思い、折れるか迷ってます。どうするべきでしょうか？めちゃくちゃなくなってしまい、ごめんなさい、本気の相談です。ってことなんですけども、これはまあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、僕が一つ言えるのは例で出すんですが、僕、橋本翔平くんの演技にめちゃくちゃもう本当になんか刺激とかも感動して、仮に橋本翔平くんが舞台に立たなくなったとしても、感動を与えてくれたっていう事実は変わらないので、なんか、推しとかじゃなくて、殿堂入りでいいんじゃないですか？もう一生好きみたいな感じでいいと思います。なので、推しとか入れるとかじゃなくて、もう、殿堂入りです。はいはい、パンです。米です。一生付き合ってきます。でいいんじゃないですかね。はい、次です。推しのグッズの絵柄があまり好みなものが少なく、グッズに手を出せません。もうこれはもうほんと欲しいと思ったら買えばいいだけだと思いますよ。僕も例えばなんですけども、書き下ろしイラストがどんなに素晴らしくても、背景デザインがダサいと買わなかったりしますし、全然なんか自分の気に入ったものだけ買えばいいと思います。はい、次です。いい席に座るために、相撲オタクについてどう思いますか？全然いいんじゃないですか？逆になんか、なんつうの、最速抽選申し込み券とか入ってるぐらいだから、もうなんかそういうビジネスとしてもうなんか、成り立ってるってことだと思うので、まあ別に自分で稼いだお金ですから、なんか好きなもの買ったらいいと思いますし、なんか全然ね、他人に迷惑かけてないと思うのでいいと思いますよ。はい、次です。接触イベントで何回もループする人とかって、またこの人だってなるんですかね？全然ならないと思います。むしろ嬉しいんじゃないですかね。ただループした時になんかさっき塩対応だったとか、こう暗いことを言う人は嫌われると思います。結局、ループするしないじゃなくて、その人次第だと思いますよ。はい、次です。推しにガチ恋ってやっぱ嫌われますか？嫌われたくないけど頑張りたくてなんですけれども、全然ね、これはね、そんなことないと思います。結局さっきのループの話と一緒で、ガチ恋の人でもなんかもう病んだとか、なんかもう他の子の方がお気になんだよねとか、なんかそういう暗いことを言ってくる人がダメなのであって、ガチ恋であるってのは全然問題ないと思いますよ。いや、だって実際に好きって言われてあんまり嫌な人っていなくないですか？なのでこれもループする人、ガチ恋する人関係なく、その人次第です。いや、やっぱりね、推しに暗いこと言うとって嫌われますから、やっぱりね、明るく接していきましょう。もし暗いこと言いたくなったら、可愛く言ったらいいと思います。まあね、どうしても言いたくなる時あると思うんですけど、こう言い方に気をつけたりとか、可愛く言ったりとか、結構工夫するのはいいと思いますよ。はい、次です。拒否とまではいかないけど、キャラに恋してるから同担さんにやきもちを焼いてしまいます。まあこれはね、もう仕方ないと思いますよ。だって実際の恋愛でも、こう彼氏とかがさ、他の女の子と仲良くしてるとさ、やっぱやきもち焼いちゃうから、これはもうね、恋してるってことですよ。だからね、恋を楽しんじゃいましょう。もうね、やきもちは仕方ないから、もうね、そのやきもちに気を向けるのではなく、恋を楽しんじゃおう。はい、次です。推しが頑張りすぎてて、自分がその頑張りと同じ努力をできないのが辛いです。これなんですけれども、まあもうね、表で活動してる人ってもうね、一生マラソンし続けるって決めた人なんですよ。つまり遊ぶとか休むとか選択肢を捨てた人なんです。逆に言うと、その人たちって遊ぶ時間もないし、休む時間もないんですけれども、まあ正直それが幸せかって言われたら、やっぱり活動してる人って明るい部分しか出してないので、やっぱりね、そういう大変な部分とかもたくさんあると思いますし、逆に休みあった人生の方が楽だとも思いますし、人生の幸福度って考えた時に、努力し続けることも必ずしも幸せじゃないと思います。その人にとって休まず努力し続けることが、なんか幸せとか達成感につながるんだったら、それでいいと思いますし、あなたもなんかこう休んでて幸せだなとか思ったら、それでいいと思います。
まあ、とりあえず言えることは表で活動している人はもう休むことを諦めた後、もうマラソンし続けると決めた人です。はい、次です。フラッセやミニブーケなどお花を送られても迷惑じゃないですか。これはね、めちゃくちゃ嬉しいです。いや、僕もね、よく関係者席でご招待された時に楽屋とかにご挨拶行くんですけども、お花とか見た時に演者さんがね、もうめちゃくちゃ喜んで動画とか写真撮ってるんですよ。もうね、あの姿をね、みんなさんにお見せできないのが本当にもったいないというか、こんな喜んでんなっていうのをめちゃくちゃね、みんなに伝えたいんですよね。なかなかさ、楽屋風景って SNS に載せれなかったりすること多いと思うんですけども、めちゃくちゃね、推しは喜んでますよ。あとね、お花だけでももちろん嬉しいんですけども、こう、モチーフのぬいぐるみとか、好きなキャラクターのイラストとかなんかね、こう、自分をさらに連想させるものがプラスで入ってるとめちゃくちゃね、喜んでるし、嬉しいと思います。はい、次です。推し活を母親はあまりよく思ってないのですが、どうしたら和解できますか？これはね、もう和解はできないです。無理です。なんでかっていうと、人間って、なんか自分の知らないものに対して不安とか恐怖感を抱くものなんですけれども、やっぱりさ、お母さんがさ、舞台俳優さんのアニメとかやっぱさ、見ないと思うんですよ。ってなると、一生恐怖感とか不安感を覚えてると思うんですよ。その僕たちの好きなコンテンツに対して。なんか実際僕らもさ、こう見たことないものとかに対してさ、なんか、あれわかんないけど、なんか嫌い、怖いみたいなのあるじゃないですか。あれも多分我々の母親世代からしたらあるんだと思います。僕のお母さんにこう YouTube の活動とかオタクであることをなんでお前いつまでやってんだとか言われるんですけれども、もうなんかもうそこはもう、言い合いしないです。はははははで済ませてます。それでも揉めるときはやっぱり仕事とか勉強頑張ってますから、なんか文句ありますって言いますね。まあ何が言いたいかっていうと、和解しようとしなくていいです。はい、次です。前の推しのチェキとかどうしたら、過去処分とかいいかわからないです。これなんですけども、僕もあんまりなんか捨てたことはないんですけれども、まあ例えば友達の写真とかもそうなんですけど、なんかゴミ箱にさ、なんか直接ダイブするってなんか気引けるじゃないですか。僕がやってる方法は、人が写ってるものについては、こう、可愛い袋とか可愛い箱に詰めて捨てるっていうことですね。いや、これほんと気の持ちようで、何かに包んでからゴミ袋に入れると、なんかね、気持ちが全然違うんですよ。なんか、ありがとうございましたって思いながら、こう、可愛いものに詰めて捨てると、なんかこう、成仏してきたっていうか、なんか、あ、いい思い出をこう、可愛いものに詰めて捨てれるってね、なんかね、全然ね、気が違うので、ちょっとやってみてください。はい、次です。ストレス発散に推しに貢いでクレカ支援額20万円弱あります。やばいと思ってますがやめられないです。まあ、これについてはね、クレジットカードをなくすっていうのが一つの方法なんですけど、もう一つがデビットカードに変えるですね。実はですね、僕もこう使いすぎる癖みたいなのがあったので、クレジットカードを持つの怖かったんですけど、デビットカードって何かっていうと、直接口座からなんか残高が引き落としされるので、要は自分の銀行口座にお金がないとクレジットカード使えないんですよ。言っちゃえばクレジットカードって翌月に借金してるような状態ですから、デビットカードに変えることによって残高ないと使えないですから、そういう変更方法もあると思います。はい、次です。チェキ会などで推しと楽しく会話したいんですけど、いつも緊張して話せません。これについては逆に緊張が楽しいんだと思いますよ。ちょっと話変えたら分かりやすいと思うんですけども、例えばジェットコースターとか乗るときに、うわ怖いどうしようハラハラドキドキみたいな、なんか恐怖感みたいなのがあるから楽しいんだって、なんかあジェットコースター慣れたわとか思ってガーって言ってもさ、真顔でこうみたいに行くと全然面白くないじゃないですか。だから結局緊張感とかね、もうあって何話そうみたいな緊張感が楽しいんだと思います。だから緊張感を楽しみましょうって僕は伝えたいですね。逆になんか冷静に話しちゃうとちょっと楽しいのかなそれって思ったりもしますね。はい、次です。推しより恋愛の方がいいよっていう人へいい返答があれば適当に流してますが、推し優先、これもわかるよ。実際さ、なんかさ、推し活が楽しいと恋愛してもね、なんかね、続かないっていうか、やっぱ楽しくないんですよね。まあその人にはこう言ってやりましょう。まあ恋愛はいい年号でいいかな。はい、次です。推し君には自分を宣伝してほしいのですが、なかなか SNS が動かず魅力があるのにもったいないなと思いますということなんですけれども、まあこれはね、僕もね、思ってる人おりますよ。まあ僕も SNS やってるんですけど、意外と SNS って大変で、まずね、体力がなきゃいけない、そしてね、精神力が強くなってはいけない、そしてね、センスがないとできないんですよね。まあ例えば体力っていう面だと、なんか演技のね、勉強をしたりとか、なんか、なんつうの、いろいろさ、雑誌の取材とか受けて、もう本当に一日疲れて帰ってきた時に更新するしないっていうのはやっぱり体力あるないで全然違うんですよね。僕の友達でも SNS の前人ってね、めちゃくちゃ体力ある人なんですよ。これがね、実際に活動してみるとね、あ、体力って SNS 必要なんだなって思いますね。あと精神力っていうものについてやっぱり SNS 更新するとどうしてもね、こうヘイトの部分をね、受け止めなきゃいけないんですけれども、結構ね、顔がキモいとかムカつくとかね、そういうレベルの批判じゃないんですよね、演者に関しては。例えば私の大好きなキャラクターをこいつに本当に演じてほしくないみたいなのとか、たまにね、やっぱり見ちゃうと思うんですけれども、やっぱなんつーの、こう顔がキモいとかってね、なんかショックのレベルが全然違うんですよ。そういう内容ってなんか心がえぐられるし、実際さ、舞台に立った時もなんか自分のことが一人でも嫌いな人いるんだって思って、なんか演じるのが怖くなったりすると思います。逆にやっぱりそういう点から SNS でわざと離れてる人もいると思います。あとセンスっていう点に関しては、どうしてもやっぱ演者ってこうファボとかリツイート数でなんか人気とかも比べられたりとか、人気を測られたりすると思うんですけども、そういう時にやっぱりさ、写メを載せるセンスとか文章のセンスとかで全然ファボとかリツイート数変わってくるじゃないですか。そういう時にするとなんか、あ、センスないからあんま更新したくないなとか、いろいろね、気になるところもあると思うんですけども、結構ね、 SNS ってね、なんつうんだろう、こう大変なんすよ。だから僕も推しに対して、ああ、もっと SNS 見たいなとか思うんですけれども、実際僕も演者側として SNS 更新すると、あ、こりゃ SNS 更新したくなるなっていうのも納得できるところもありますね。はい、次です。
推しが人気になって活動が広がることを嬉しいと思いながらも寂しさを感じてしまいます。まあこれについてはねしょうがないですね。僕も思うことあります。まあこれについてはちょっとね演者側の気持ちをね理解するとちょっとだけ気持ちが和らぐと思うんですけれども、僕だって大きくなり続けないと死んじゃうんですよ。なんでかっていうと、やっぱり継続だと成長がないから、なんていうの、収入とかそういう面でもやっぱ落ちてきますし、何より人気が横ばいだとまず自分が活動をやめますし、逆に皆さんも多分ファンをやめると思うんですよね。やっぱり推しがこう大きくなっていく、その家庭のコンテンツとか応援したいという気持ちでファンであり続けるのだって、これが横ばいだと多分皆さん飽きるんですよね。仮に僕今 YouTube のチャンネル登録者4万人なんですけども、例えば半年間4万人のままだったら多分僕も活動をやめますし、皆さんもなんかつまんないなっていうことでねファンやめると思うんですよね。いやぶっちゃけ演者側でこのなんか広がっていくことが寂しいですって言われると、なんか寂しいので死んでくださいって言われてるような気分になって、すごいねこう胸が苦しいというかそういう感じなので、まあ寂しいと思う気持ちもすっごいわかるんですけども、それはね推しには伝えずに、楽しいコンテンツを作ってくれるから推しであり続けれるんだなって思っていただけると嬉しいです。はい、次です。スカートの10連を何回しても推しが出なかった時の気持ちの切り替え方を教えてください。これなんですけどね、僕もねもう数万使って出ない時はもうね気を取り直しても、この絵柄はグッズで手に入れようと思います。なんかもう JPEG で手に入らなかったら、もうリアルのグッズで手に入るしかないよねっていう気持ちで切り替えますね。はい、次です。どうしても運営や中の人が好きにならないコンテンツだと、推し自体が大好きでもその人たちの制作してると思うと推しちゃうのに、推しくれなくて自分でも嫌になります。私個人のスタンスの問題なので仕方ないかもしれませんが、演じさんそういう時ありますか、なんですけれども、もう僕もなんかまあ、あるんだと思います。要は言葉を変えると、その運営とか含めたコンテンツのクオリティを見て消費を判断してると思ったらいいと思います。まあ、もちろん推しが出てるって言ったら、こう行く行かない判断するのも全然あれだと思いますし、僕どっちかっていうとこうコンテンツのクオリティでこうなんか行くか行かないか判断するタイプなので、まあ結局は行きたいと思ったら行きゃいいと思いますよ。はい、次です。子供もいて30オーバーの BBA がオタクだと恥ずかしいのかなと思います。これはね、全然恥ずかしくないですよ。逆に多趣味でオタクであることを自信に持った方がいいと思います。やっぱりね、年齢が上がっていくとみんなね、趣味ってやめていくんですよ。その中でもね、やっぱり趣味続けれる人って逆に素晴らしいと思います。だから僕は70歳、80歳になっても、舞台俳優かわいい、パパ活したい、かっこ本気みたいなのもやりたいなと思いますよ。僕がオタ活するときは絶対に自分自信持つって決めてるので、もうあなたもね、自信を持ってください。はい、次です。友達がチケットの申し込めるお金やらすごくルーズでイライラしてしまうんです。これなんですけど、僕は友達関係に関してお金になんかこうルーズな人とは絶対に関わらないです。もうねお金はね人を変えますから、もうねお金で本性出ますし、もうね揉めたくないし、まあいろいろ気合う合わないあると思うんですけど、お金に関しては僕はもうなんかもう 100% カットですね、揉めたら。はい、次です。おっさんへのリプランで呼び捨てやタメ口を聞いてる人を見るとモヤモヤが止まりません。まあこれなんですけども、僕の意見を言うと、僕がちなみにタメも使われるとめちゃくちゃ嫌いです。なんでかっていうと、信頼関係ができる前の人間関係でなんかタメも使えることが理解ができないし、あとねタメも使ってくる人って、ね、内容も失礼なことが多いんですよね。で僕これすごい気になって、なんか僕の心が狭すぎるのかなと思っていろんな演者さんに聞いてみたんですよ。もう女性とか男性とかもほんといろんなところで活動する人にたくさん聞いたんですけども、タメも使われて嫌ですか嫌じゃないですかって聞いたんですけれども、どっちでもいいが3割、正直不快が7割でした。まあ、もちろん演者さんによってはタメも使われた方がフレンドリーでいいという人もいますけれども、僕の調査ではタメ語は不快っていう人もかなり多かったです。いやだって考えてみて、みんなも SNS とかでさ、いきなりさ知らないところでリプでさ、えそれ私も好き、受けるよね、わらわらわらってきたら、正直さこいつやべえなって思うんです。それと全く一緒なんですよね。なんか有名人にはタメ語使っていいみたいな文化ありますけど、皆さんと感覚ってマジで一緒なんですよね。なんかね、有名人にはタメ語使っていいわ、有名人だから批判していいと結構ね考えに似てるなと思います。はい、次です。もう大学生なのにメイクができなくて推しの抵抗が、何から始めたらいいでしょうか、なんですけども、これはね美容系 YouTuber さん見るといいと思います。僕もねメイク学びたいなと思っていろいろ見たんですけども、やっぱりねメイク系の YouTuber さんめちゃくちゃ参考になります。でメイクの YouTuber さん見ても、結局どのメイク用品買えばいいか分からないってあると思うんですけども、結局ね買って使ってみないと分かんないから、やっぱりね実際塗ってみて自分の肌に合うとか、この発色が自分に合うとか、やっぱり、ね、使ってみないと分かんないから、ぜひ買って試してみてください。僕もね美容系 YouTuber さんのやつ見てたくさん買って自分に合うものを見つけてきたので、ぜひ、ね、皆さんもね買って試してみてください。はい、次です。推しの大きいんだって勘違いされて現場行くたびに視線が怖い時あります。でも推しに言われたい。これなんですけれども、僕はねやっぱりさ、現場ってなんかちょっとトラブルとか人間関係がどうしてもあるじゃないですか。っていう時は僕はねイヤホンをずっとつけてます。というのも聴覚の情報を遮断するとね、全然他人で気にならなくなるんですよ。なんか人見てるなとか思ったりすると思うんですけども、なんかね言葉とかが入ってくるのって全く気にならないで、こうやってずっとスマホいじったりとかボーって立ってられたりしますね。やっぱりさ耳からさ、あの子がどうのかこうのかとかさ、なんかさいろいろ聞こえてくると気になっちゃうじゃないですか、他人って。だから音楽とか聞いてると全然気にならない。仮に見てきてても、あなんか見てきてるなぐらいしか思わないので、公演とかライブが始まる前とか推しのチェック会並んでる時とか、もうイヤホンで音楽聴いてるのめちゃくちゃおすすめです。マジで他人気にならなくなります。はい、次です。推しが可愛いファンの子と絡んでたり、同担の子が可愛いとちょっと病んでしまうのが悩みです。もうこれはね
すごいわかるんだけども、もうね、他人気にしないってことしかないですね。もう気にしちゃうのはしょうがないと思うので、もうね、他人を認識しない、自分と推しだけっていう考えで、さあ、推しちゃいましょう。あとね、推しに会う時に可愛い自分で会いたいと思ってね、いろいろ努力してると自分に自信もつくので、他人があまり気にならなくなるとね、あのね、結構容姿とか努力して自信つけていくっていうのもおすすめですね。はい、次です。握手会とかで私こういうことに挑戦するので応援してくださいとかで正直どう思います。これはねめちゃくちゃ嬉しいです。っていうのもファンの子も頑張ってるんだなと思うと嬉しいし、逆にその挑戦したことをまたこういう結果でしたって報告しに来てくれるのもめちゃくちゃ嬉しいので、なんか決意表明みたいなの嬉しいですよ。仲良く学生さんとかでその受験頑張ってきますとか、その就職試験とかありますとかいろいろあるんですけども、こう挑戦を聞いてなんか成功しますとか失敗しますとか言ってもなんかアドバイスもしてあげれるし、結構ねこういう人生相談みたいなの嬉しいですね。はい、次です。共有した思いとマウント取りが紙一重のような気がしてあまり話せません。これなんですけども、なんかマウント取っちゃったかなと思ったら聞いてみます。僕もなんか、なんか今の発言ってなんか業界マウントじじいに聞こえてた。ちょっと教えてって聞く。もうね、気になったら聞いちゃったりと思う。なんかマウントババになっちゃったら本当申し訳ござるみたいな。タピオカおもろから許してって言っちゃおう。はい、次です。仕事と大切な推しの現場をかぶっていけなかった時どうやってメンタル持ち帰えてますか。これなんですけれども、もうね、いけないけどこの労働したお金を全部推しに。回しちゃうぞ、経済回す、経済回すってやるわ。はい、次です。お金の増やし方で投資ですかね。推しのために体使って資産を増やしたいです。まあ、これについてなんですけども、体よりも頭使って稼いだ方がいいと思います。なんでかっていうと、体を使うと結局24時間かける時給で、なんか稼げる時間帯が24時間。要は、労働した分とイコールなんですけども、頭を使うとその不労所得みたいな感じで稼げるので、例えば YouTube で言うとこう動画出したら、自分が寝てる間でもね、みんな見てくれて広告誌に入ってきたりとかすると思うので、結構そういう稼ぎ方とかありだと思いますね。なのでね、いろいろ調べてみて、結構ね、副業みたいな感じで興味あるの、やってみるのいいと思います。はい、次です。既婚者の推しにガチ恋気味なのやばいですよね。周りの人に倫理的にどうなのと言われましたも、これなんですけども、まあ、いいんじゃないですか。だって結婚してもやっぱ活動してる人ってたくさんいるし、なんか結局ガチ恋といってもさ、付き合わないって分かってるじゃん。なんかみんな分かってるでしょ。だからそれでいいんじゃないですか。ガチ恋って言ってもまあかっこなんか分かってるけどねみたいなっていいんじゃないですか。はい、次です。私は貢献度は数字だと思ってて、でもなかなか他のオタに伝わらないのってなんでですかね。まあ、これについてはもうオタクのスタンスがそもそもなんか個人によって違って、もう貢献しようと思って押してない人もいると思いますし、だからその結局価値観をお互い押し付けないってことですよね。まあ、私はこういうスタンスを押してるだけでいいと思います。僕もいろいろ推しのスタンスってありますけど、別になんか自分はこう思ってるだけで他人に強要しようとも思わないし、自分が楽しければいいかなって思うので、なんかそこはねみんなで仲良くやっていこう。はい、ということで質問コーナーパート1でございました。なんかねいろんなねなんか悩みっていうかこう気になってますみたいなことみんなあるんだねということで、なんかちょっとのこう参考になったりとか、まあ、僕のあくまで意見なので、まあ、ちょっとねなんかこういう人もいるんだなとか、こういう考えでいればいいんだなとか、こう参考になってくれたら嬉しいかなと思いますということで、ね、この他にもいろいろオタク系の動画上げてますので、ぜひそちらも見てみてくださいということで、パート2もお楽しみに。またねー。